listening to Shibuya Cross FM。 オカミ少年の君こそスターだ。イエイ。オカミ少年片岡でございます。オカミ少年浜口です。科学と森田くんです。お願いします。お願いします。なんかそんなに乗ることないんですけど、はい、タクシーにまあ乗るんですけど、はい、なんか今はなるべくちょっとウォーキングとかするために乗らないようにしてんだけど、なんかもうタクシーで2個気になるの、はい、乗ったら、はい、まずまあ俺タクシー絶対オリンピックタクシーしか乗らない。あーでかい。そう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 、はい、あれを止めて乗るじゃん、はい、で前の席がさ、うん、後ろに来てるともう圧迫感がある。ああだからすぐ運転手さんにすいません、これ前出せますかっつって座席、はい、出してもらう、はい、冬っ場だとなんかここら辺になんかねボタンがあるのよ、オリンピックタクシーって。ここのボタンをやると、はい、シートが熱くなる。あ、そんなボタンあるんですか。知らないじゃん。知らないです、知らないです。あるのよ。すげえ。乗った瞬間に寒いから椅子温めときましたよ感の運転手さんとかいると、はい、困るのよ。あ、人のぬくもりを感じるような気がして。そういうことですか。あ、なるほど。そうなの。だから俺はすぐピッて切っちゃうんだけど、はい、まあまあそれはいいとして、はい、あともう一個気になるのが、はい、こんなに俺前は気にならなかったんだけどさ、うん、ブレーキ。ブレーキ、うん、もう不景気だからって俺思うんだけど、みんななんかもうガン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 運転手さんやんだよ、うん、あ、強めなんですね、ブレーキ。強い。はあ、いい。多分貧乏譲りよ。あ、 あんまりロング乗る人がもういないから、はい、また短いのかよみたいなイライラから、はい、日本の運転手さんの7割がブレーキが下手になってる。マジっすか。もしくはもう近場でイライラしてこうブレーキをしてるから、はい、ブレーキペダルがおかしくなってるんじゃないかと。めちゃくちゃ運転しながらってこと。こう運転して信号待ちとかじゃなくて、信号待ちとかちょっとずつ止まるってこと。じゃあ、スーッと止まってくればいいわけよ。はい。急というかさ、急ブレーキ、せっかち、体がうんってみたいな。もうあれ一個気になるともうリバースしたくなっちゃうね。ああ、それの対策なんかないかなと思って思ったんだけどさ、はい、まず、うん、オリンピックタクシー止めます、はい、で、すいませんちょっとこの席前出せますが、あと僕酔いやすいんで、うん、はい、ブレーキ緩めでお願いします、うん、ここまで言えばいいのかな、先に。あ、まあそうですね、はい、そうやって言えばいいんじゃない、はい、その通り。ちょっとそれ次回やってみるわ、うん、あ、はい2連棒、2連ちゃん、2連ちゃん、この2つ言うことは。あ、はい、もうでもしょうがないよ、そんな。いや、だから当たる人は当たる人。そうなの、そうなの。だけど、だからみんな、なんかその社長さんとかってさ、なんか運転手つけるんだよな。そうね、運転手やとしたら、あれ、多分俺みたいに椅子の圧迫感とさ、ブレーキのうーんが嫌なの、うん、いや、それはもちろんその運転手の人はそこは気をつけてると思いますけど、いや、そこじゃなくてもうちょっと便利でとか、毎回タクシー呼ぶのかとか、移動が多いから、うん、そういうことじゃないですか。酒飲んだりね。あ、そうですね、はい。いや、嫌なんだよなあ。あ、そうなんですね。すごいそれが気になっちゃうのよ。運転手やっとればいい。早い、まだそんなに乗る機会ないからいや、めちゃくちゃさ、またリモートがなくなって、うん、あっちだこっちだ会議ってなったらだけど、まだ自分がやりやすい会議はもう絶対リモートにしてもらってるから、うん、はい、もう本当なのよ対面が。そうなんす。もうだから昨日吉本本社に俺も1年ぶりぐらい行って。あ、はいはいはい。緊張したもん。あ、めっちゃ分かりますだってさ、なんかその若手の人のネタとかじゃない、はい、ちょっとなんかスターを見つけたいみたいな、はい、うん、あ、なんか掘り出すってことさ。そう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 。おお、すごい。本社最近行った？僕3月くらいに。ああ、そう、オンラインで行った。行ってないです。めちゃくちゃ主演さんとこさ、はい、入り口おしゃれになる。ロビーめちゃくちゃおしゃれになる。マジあれで緊張しちゃった。そうなんです。吉本ってやっぱロビーから汚いのがさ、はい、売りでいろんなポスターがあったり。汚いのが売りではない。汚いのは売りではないですよ。あ、売りじゃない。ちゃんとしてましたよ。その前は前でわざとハードルを下げてんのかな。
なんかパチンコ台が置いてあったりとかありましたけど、なんか雑多な感じが良かったんだけど、はい、おしゃれな感じになってなんかそうです、スタバみたいな感じになってますね、バコーンってキーやったら風水考えてますみたいな。それで行ったらさ、守衛の人は怖いのよ。あ、6時半から、はい、あの打ち合わせで呼ばれてます、はい、誰ですか担当って。あ、いや小田さんです。また小田さんかみたいな、ブズブズマジっすか。なんかそれでなんかそんな舌打ちする。いや、これね、舌打ちはいたのよ。マジっすか。俺名前も控えてるから。今までなかったよ。いや、そんな人いないんですよ、僕も経験したことないですみたいな。で、連絡して、はい、すいません、なんか押さえてないって言われたんですけど、ちょっと言ったら、ああ、いや、ちょっと待ってください、パソコンパーツみたいな、あ、押さえてます、大丈夫です、つって、ああ言ってください、それで、わかりました、うん、すいません、つって、押さえてるって言ってるんですけど、つって、小田さんでしょ、つって、あの人もパソコンでは押さえてるかもしれないけど、結局申請をしてないってことなんですよ、私が言いたいのは、みたいな。あー、すげえ俺に言ってくるのよ。あー、代理で言われるってるってことですね、うん、小田さんへの道を。俺に言われてもそうっすよね、はい、小田さんに言ってよって、はい、で、どこの部屋ですかって、2-7です、2-7なんか別の会議で押さえてるんですよね、小田さんじゃないから、これ担当名も違うな、これみたいな。小田さんに僕言われたんで、じゃあ鈴木って名前ですかね、そんなちょっと違うなみたいな、あーみたいな。で結局行ったら小田さんがいたから、はい、いや小田さんっつって、はい、俺めちゃくちゃ入り口で詰められましたよっつって。本当ですかっつって、本当ですか。めっちゃ笑ってんだよ。いやだから小田さんだからあの人はだらしないから、はい、ダメなんだって俺怒られましたよって。え、俺、主演にそんな感じでいじられてるんですかみたいな。めっちゃ面白いっすねみたいな。それで終わっちゃったの。一言おそらく、小田さん多分申請してないの。あー、だその後、ザコさん来るみたいな。ザコさんが仕事で遅くなってるって言ったら、はい、ああ、ザコさんの方申請しとかないとまた怒られちゃうなみたいな。あ、申請しとかなきゃってことはしてなかったってことだ。そうっすね、はい。っていう、もともとキングコングさんの1年目のマネージャーさんだ。よく西野さんがエピソードしてて、ね、はい、も当時は西野さんお世話になってたから、でえらい今出世してんだよ。あ、そうなん、ね、センター長みたいな。あ、すごい。もう若手のでも普通は来なくていいのに、ちょっと僕も聞いてますねみたいな、まあ、なんか1年目の子とか来るから、じゃあ、はい、大上少年語る方いますお願いしますみたいな言ったら、途中で小田さんも、僕もあの流れで挨拶していいですかみたいな、あ、なんかセンター長の小田ですみたいな、だから礼儀正しくて。ああ、そうですね、しっかりされたじゃないですか、熱量ある。ああ、そう。で俺1回そのなんか1年目の鈴木さんって女の人がいて、ザコさんが1回ちょっと休憩タバコ行って、はい、俺トイレ行ってさ、もう戻ってきたよ。そしたらさ、はい、その控え室で、はい、俺らのネタを見せてんのよ、小田さんが、ダン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 って俺こう戻ってきたら、はい、いやちょっと小田さんそれ恥ずかしいわって言ったら、ああすいません、思ったより早く戻ってこられたんで、スピード止めた。多分若手のやつに、はい、え、狼少年さんで、え、知らないみたいな、このネタの人だよつって多分見せた前振りがあるんじゃない。はい、あ、まあそうですね、はい。めちゃくちゃああいう瞬間って恥ずかしいよ。いや、めちゃくちゃ恥ずかしいっすね、本当になんか、あ、感情があんまり変わんないの、お母さんって。あ、そういう方なんですね。だけど、なんか喋ってて、なんかオーストラリアに僕留学してて、なんか馬が好きで、あ、オーストラリア出身の競馬の騎手吉本いたねみたいな話したら、誰誰誰誰ですよねみたいな、めっちゃ詳しいの、お、はい、よく知ってますねみたいな、あ、今ダイヤモンドさんの元相方でどうでみたい なんかそんな話とか、あ、詳しいなと思って。あ、そうです、あ、同期です、同期でしょ、はい、あの、そう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 、松下君っていう、はい、そんな中さ、なんか1年目の子でさ、めちゃくちゃひげを伸ばしてる子がいるわけ。ほう。で、なんか特技でこれでなんか芸やります、ナイキとか、はい、なんか習字書くとか、あ、いいんじゃないって、なんかこれで1個毎日 TikTok とか上げてったらなんかあんじゃないみたいな、あ、ありがとうございますみたいな。ゴルフって書いてあったから、これゴルフ何って、あ、僕家族みんなゴルフやるんですけどつって、自分で素振りだけでゴルフ覚えましたみたいな。いくつぐらいなんすか、
70ですって、めちゃくちゃすごいんだっつってなんでそっち押し出さないのと思って、確かにヒゲなんかどうでもいいわっつって、はい、70はすごい、それで打ちっぱなしも行ったことないっつって、ずっと公園で素振りしてて、はい、ほんで出たら70だった、はい、マジっすか、うん、いやカジサックさんレベルだよと、いやカジサックさんもっと行きますよみたいな、60何歩じゃないですか最後、僕は最高が70でみたいな、出てたと小田さんも、あいつすぐスポーツ部にぶち込んでやりましょうっつって、すぐあいつスタンバイますよみたいな、いやそうっすね話しててなんでさそっち押さないのみたいな、ね、もう一人いたのは、まあ、何人かいて、まあ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 、うん、っていう子が多いじゃんって、はい、一人美術の先生来たの、おとなしめの、でその人がめちゃめちゃ絵もうまいし彫刻もできるし過去の作品とかも、はい、え、この銅像作ったのとかめちゃめちゃ食いついてて、はい、でえ、これじゃない舞台のセットとかも作れんじゃないと、はい、あ多分できると思います、みたいな、じゃいろんな先輩の単独ライブ、うん、作ったら、はい、もうみんなに愛されるしいいじゃん、はい、スクロー君のね、はい、新しいパターンみたいな、そうですね、はい、そんなんでいいんですかみたいな、それよりも自分大きな声を出すという特技ありますみたいなそればっか押してくるいやいやいらないいらないいらない、いいいい、びっくりしちゃうから、はい、そんなん言われても俺たちも、もう夜も深いし、はい、俺らはそんな大きな声とか大丈夫だから、はい、美術の話教えてくれっていろいろ聞いてて、はい、小田さんもいいですね、じゃあちょっと連絡先教えてくださいって、ザコさんも俺もなんか、はい、舞台とかもあるからその子にやってもらって10万とかあるとか安いじゃん、そうっすね、プロに任せたら30、40かかる、はい、まあ、これいいの見つけたわって、まあ、じゃあ、うん、頑張ってね、どう思うっすよ、あの私はもう普段はコンビでやってまして、あの大きな声を出すという特技がありました、うん、まだ言うか、もう小田さんも優しいから、じゃあ最後に大きな声だけ出していただいて終わりましょうかっつって、はい、うん、じゃあお願いしますって言ってさ、なんかあれ出したとかさ、はい、あーとか言うと思う、そうですね、うん、ほいみたいな、うん、ほいみたいな感じで、うん、でかい声出して、はい、しゃあれ出したっつって笑顔になって帰って、なんでそれを押そうとしたのか、はい、なんでそれを俺らに見せようとしたのか、はい、なんか何も特技だからボケなくてもいいのに、そうですね、なんかそんな子がいました、はい、大きな声って振っといて変なことを言うってボケだったんですか、それは、いや違う、本当に大きな声でしょって伝えたいがためのワードチョイスだ、それでその後にニヤッとしてこの大声はなんかなんとかの工事の時のデジタルなんとかと音の大きさと一緒です、うん、あ何デシベルみたいな、ああああああこれなんかニヒルの決まったでしょ感じで書いてるって、まあまあまあ本人がね納得されたんだったらよかったなと思ったんで、なんかそんな1週間でした浜口さんどうでした、別に何もないけどさ、うん、あれやったじゃん4630万振り込まれたやつ、あの給付金みたいなやつが、給付金みたいなやつニュース463人に10万円ずつ振り込むはずが、はい、1人にこう間違って4630万、知らないの、僕それ知らないっす、あそう俺も知らんの、知らないの、うん、今週はもうそれどころじゃない、うん、ニュースだらけだったからもう全然わかんないだ、みんなにその町の463人に10万円を、はい、その持続化給付金的なあれです、あそれを職員の人が間違えて一人に振り込んじゃった、やば4630万入っちゃって、はい、で、役所の人が行くでしょ、はい、うわーっとその人のとこ行ったんだって、すいません、返してくださいっつって、これ間違えました、あマジっすか、ちょっと待っててください、ちょっと寝起きで風呂入りますんで、はい、でなんか話聞いて、ああそういうことですか、じゃあ銀行行きましょうっつって行こうとしたんだけど、あやっぱちょっとやめときますわみたいになって、面倒で、いや無理よ無理よ、マジっすかってなるじゃん、それはなるよなるよ、まあまあわかりましたってなって、うんうん、多分一回考えたんだろうねその人が、うん、まあ、そうですね、これえなんなるほどなるほどと、いやだからバレるよな、バレるで入れてんだからさ、はい、そうそれ抜いてでちょいちょい移動させたんだって、その口座から、
お金を。うわ、他の口座か分かんないけど、はい、その人が。そう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 。で役所の人がまた聞くじゃん、はい、あれ どうなりました。ああちょっと移動させちゃった。それカメラ回ってんの。だから履歴で見れるんや。ああ電話で会ってその後風呂入りますって言ってそいつが動かしてんだ。動かして何日か経って。それは履歴で分かるよね。何日か経って、はい、ちょっとちょっと動かして、はい、あれもうないっすけど返せますかね、うん、ちょっと返せません、ちょっとあの使っちゃったんでなってやっぱあのひどいな。返さないってえ、それで返さなかったの。今揉めてんのよ。だからちょっと法的にどうなんですか。で一応法的には、はい、自分の金になるらしい。あ、なっちゃうね、一回口座に入ったら。でもなんか何々上、民事上、なんかいろいろやっていくと、まあはい、罪にはなる。ああ、そうなんですね、はい、うん、あんた間違って振り込まれたやつ使っ最低だな、知ってて使っ、あ、知ってて使ったっていうことですね。取るってことは、はい、おめえ罪になるからな、まあ、って、はい、で、はい、その人は、はい、罰は受けますけど金はないと。でも、お金はなるほどなってるらしくて最悪だ。で、会社も辞めて、その人マジで4630もあるから。すごいな、人生変えちゃったな。行方がちょっと、あの、曖昧らしい。飛んだってことどっかに飛んだんじゃないのもう、どういう、20代ドバイとか言ってたらどうします。20代なの。うん、20代ならもうちょっと稼がないとまずくないですか。うん、いや、だけどもうずっとだ。俺もう60いくつのおじいちゃんを勝手に想像してたわ。ここ来るまでにあのゴゴスマでずっとやっててさ。あ、そうなんですね。その特集でなんかみんな大揉めに揉めててさ橋本徹さんとかあ弁護士ですもんね。増田さんとか何つってんのみんなだからなんか増田さんが結構ねあの正しいようなこと言って。でもこいつは知っとるんでしょ、はい、最初、うん、あの間違って振り込まれた、はい、これ知っとるんでしょ、これこいつ悪いやないですかみたいなことを言って。いやでもそういう 法的には、うん、みたいな、どうしようもないみたいな。だからとりあえずその市があの告訴なのか分かんないけど、ちょっと裁判的な手続きにするらしい。あ、まあ、まあそうせざるを得ないですよね、うん、でもさよくよく考えたらさ、はい、4000万でさ、はい、でもうこんだけさテレビでバンバンやられてさ、うん、はい、ちょっともう嫌じゃん。その4000万のうちの何割かのリスク量として、はい、まあ、もう3000万ぐらい取られてるよ、ね、まあまあまあ、はい、で、なんやかんやでさ、はい、かあの税金とかもまあそうですね、はい、あるでしょ、4000万、うんうん、まあ、それ多分雑収入とか、ね、結構高い税金になるんじゃないですか、ね、なんやかんやで、はい、マイナスのような気がする。それで逃げてさトータルでもう特定されるでしょ。もうだけどもう関係ないんだろうな。もうだからびっくりしたんだろうね、はい、うわーってなって、はい、あで多分何日かの間に友達とかでいろいろ聞いたりネットで調べたりしたんじゃない。これ何捕まるのかなっつって、ああなるほどなるほどとか調べて、はい、やっぱ返すのやめようって思ってそうしたんじゃないすごいね、すげえな。まあでもまあそれをもう株とかにも入れてたら結構回せますもんね、配当だけでとか。でもそんな20代でさ、はい、そんな頭も回んないでしょ。あの、まあ、それを誰かが知恵授けたの、はい、転がそうとは思わないでしょ、車買おうとか。なんかいやでも本当 YouTube とかで、うん、厚切りジェイソンさんがね上げてたりとかするんで可能性はなくはないですよ、うん、まあ、そういう返さないっていう選択をしたってことは、それはなんか分かんないですね。怖いな、はい、どうすると思う自分に入ったらそれをみんなに聞きたくて。いや俺はもう即返すな。俺ももうだってもう、はい、そうっすよ。もうだってそれしかないじゃん、ずっと邪の道で行かなきゃいけない。だから逆にね、すごいよねと思うよね。まあ、逆にそこの怖い弾力はあるかもしれないですね、それやりきるっていう。すげえエピソードトークができたと思ってありがたいよな。エピソードトークじゃん、朝起きた4000何万みたいなさ、はい、その時の、
本当はこうしたかったけどもそうせざれなかったとかさ、はい、このまま逃げたいっていろいろ考えたんですけどとかさ、はい、なんかエピソードできそうだよね。そうですね、はい、リスクばっか降ってくるじゃん、はい、それを。いや絶対そうです、今後の人生考えたらね、すごいよなと思っていやすごいな、不定野郎ですね。いや太いよすげえな、やばいやつ。じゃあちょっと曲いきましょうか。はい、今日はアンダープレイヤーでタイムマシーンです。どうぞ。昔映画で見たようなトリップを君と二人で自由に感じたい。この不思議な感覚伝えるから手を取って飛ぼうよ。照れくさいけど運命の行く末を見に行きましょう。だけどそれはとっておきの楽しみにとっておこう。
最近ルーティーンにしてて、はい、ゴルフ1日1時間打ちっぱなしをおー、うん、ずーっと続けてて、はい、毎日昨日だけ行けなかったの、はい、うん、まあ毎日って言ってもまだ1週間ぐらいだけど、はい、1日1時間、うん、打ちっぱなしはね、はい、うん、すげえ上手くなってきたいや、そんだけ努力してたらなりますよ。もうなんかこの3度と7番しかやらないけど、はい、もう今日とかスパーン、あーいいな、スパーン、はい、だけどどうだろう、1時間打ってて10球ぐらいはまだたまに左とか右とかいってる、あとは全部パーン、おー、パーン、はい、そう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 1日1回いったら1500円になる、はい、で俺一番最初にもう いっぺん森田と話聞きに行ったじゃん、はい、2万2000円払ってくれれば1日1時間無料で、あとなんかレッスンも受けれるよみたいな、はい、だから次の日行ったか覚えてくれてるかと思ったら全然覚えてなくて、はい、俺のこと、あ、はい、でじゃあもう2万2000円払いまして、ああやめた方がいいっつって、あの1回レッスンプロを受けてからがいいよみたいな、あ、はい、だけどなんかレッスンプロを受ける時間と俺が合わないわけよ、はい、で1回火曜日のこの先生で決めたらずっとその先生じゃなきゃいけないんだって、あ、そうなんですね、でね、月金のどこかに行っていいだって分かるじゃん、はい、いや固定は無理だなと思って、あ、はい、でずっとその会員証まだ作らず、はい、毎回1500円払っていって、それ毎日やってたらだって俺もう2万2000円超えてるよ、はい、いやそうですよね、けどなんかその人が一回やった方がいいよって言われるからさ、なんか俺の両親がいたんで、はい、1500円払ってるいやだけどいいね、あ、そう、あ、もう、うん、楽しいよ毎日、あ、いいっすね、うん、でも、もう夏っぽい格好になっちゃったもん、いやそうですね、はい、出てすぐ寒っと思ったの、はい、もう分かんなくなっちゃった温度の感じ、はい、じゃあちょっと行きましょうか、くくりトーク、あ、はい、3枚あります、3枚しかないんだ、そうですね、はい、いいよ、任すよ、いい、真ん中行こう、真ん中、はい、お、友達、広いね、広い、これさ、うん、はい、もうさ、はい、何これと思ったことがあって、はい、その先週かな、なんか、うん、あの高校の時の友達で久田ってやつがいるわけよ、はい、それは、うん、もう昔からちょっともう歴史の本ばっかり読んでるようなやつで、お、うん、で酒も一滴も飲みません、はい、でも別に女遊びもしませんみたいな、奥さんいますみたいな、はい、でもともと明治大学出てユニクロ出て、うん、でなんかみずほ銀行かなんか入って、そっから投資家の仕事入って、うん、自分でやって今大当てしてるわけよ、おお、はい、でもう会社をさ、うん、20億で買って次の日21億で売るみたいな、おお、はい、そんな仕事なわけ、はい、でまあ、何かで再会して喋ってて、はい、いや、ぶっちゃんすごいなみたいな、はい、よくなり上がったなみたいな、そのビジネスの部分でね、こうでこうでこうなんでしょって、はい、そうみたいな、うん、なんかの決めるときには、うん、俺はもう久田に相談するの、うん、久田はもうあそこの足立区の辺に住んでて、はい、もうアパートも何棟も持ってて、両親も地元の常滑から呼んで済ましてとか、お、まあ、全部面倒見てあげてるわけ、はい、ね、山木っていうさ、はい、やついるわけ、山木は俺と浜も知ってる小中高の俺同級生で、まあ運動もできる、勉強もできる、うん、あのモテる、はい、いや三拍子のやつけど、俺はずっと、いや山ちゃんはモテるかもしれないけど、うん、バラエティセンスがねえなって俺はずっと腐してるんだよ、だから俺の方が上だみたいな、はい、そうと言ってて、まあ、ある時、うん、吉本の NSC がなんか入った人生の転機をした時に、うん、満員電車乗ってたら、うん、その山木がいたのよ、はい、うん、おー、たまたま、ほんでなんか硬派なやつだったのに、はい、めっちゃ女と手組んで電車の中でイチャイチャしてて、はい、あれ山木かなと思ってパッて見たら、はい、だよねっつって、おぉぶっちゃーみたいな、はい、でそっから浜も何回か会ってんだけどさ、一緒なわけ、
はい、なんか日体大でオリンピック選手育ててどうのこうのみたいな。けどね、うん、それもさコロナとかの関係でさ、うん、もう終わっちゃうわけよ山ちゃん、うん、日体大。あ、で、はい、4月からなんかここの股関節、うん、はい、ジュニアさんが手術されたような、なんかそこに企業を入れる会社の営業ファンだったの。うんうん、あ、久田からすると大丈夫かって山ちゃんがその運動一本で来たのに、はい、営業って大変だぞみたいな。で山木は山木で、いや行っても俺だって個人事業主だから、はい、いろんな先輩とか体育会系もあるし、俺のやっぱブランドもあるから、はい、日の丸背負って、はい、みたいな、はい、すげえここがやり合うのよ。あ、ねえ、山ちゃんがちょっと待って、片岡さん、はい、レストラン行く、それレストラン、レストランでの話、夜景の見えるレストラン行く。あ、最後、あ、最後、うん、最後行く。その話前した2週間ぐらい前、先週か、はい、それで、はい、まあ、その詳しく喋ってないでしょ。結構そこのバトルの感じのトークでしたけど、いや、その当時はそれがさ、はい、その前もあって、あ、うんうん、前段がね、はい、なんか山ちゃんが、うん、いやこれがさ、ほんとひどいな、これ話しゃべったけど、はい、もう本当に聞いてほしいのよ、はい、いやどう思うっていう、はい、あのその全体の話したいと思うんだけど、はい、山ちゃんが一時ちょっと秩父のさ、はい、病院に行ってたわけよ、はい、そのトレーナーとしてね、はい、山ちゃんがいろいろこういうトレーニングするといいよって独自のやったらしいの、うん、でなんか従業員の女の子が、いや、うん、うちの院長がすごい嫌でみたいな、こんなこと言ってきてこうでこうでって、山ちゃんが、いやそれは間違ってる、指導者としてみたいな、もっとトップだったらこうしなきゃいけないし、こうで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 っていう、ちょっと批判みたいなことを言っちゃったらしい、正義心が強いから、はい、それ全部聞かれてて、うん、クビになったんへえ、で、はい、山ちゃんはどういう立場、そのなんかそのコンサルみたいので月に外部週1ぐらいで行くみたいな、外部から来たりとか、で何月まではもらうっていう予定がクビになっちゃったから、で俺抜きで久田に連絡して、久田さんこれどう思うっつって、いやこういう段取りしてこうやってやればいいからっつって、で裁判すれば残りの金をなんか200万かなんかもらえるみたいな、それで終わっときゃいいじゃん、はい、けど山ちゃんがそれで次スケベ心出して、はい、うん、下さん、うん、やっぱさ200万じゃおかしいって話、嫁になって嫁に言われてみたいな、だから400万でいくよみたいな、うん、えみたいな、うん、そしたら向こうの院長も怒っちゃって、はい、じゃあ1円も払わねえみたいな、うん、バッチバチになって、はい、で下田下田で母ちゃん聞いてくれっつって、あいつバカかみたいなでこういうのっていうのは腹8分目とか7分目ぐらいしなきゃいけなくてみたいな、はい、向こうも立てなきゃいけないんだから最初の200で終わっときゃよかったのに、なんで嫁が出てきて、嫁が言ってたって、嫁も別に法律家でも何でもないだろうみたいな、俺はそういうお金をいろいろ向き合う仕事をしてるから、うん、アドバイスしたんだよ、あいつに俺2時間半時間かけたんだぜみたいな俺2時間半使うってコンサル代いくらだと思うみたいなまあ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 みたいな、俺もう久田がもう俺山木には連絡しないって言うから、はい、俺山ちゃんにプライド傷つけないように、いやもうこれぐらいで収めといたらみたいな、うん、そんな恨み買ってもまあ輪廻転生じゃない、回ってくるからさみたいな、うん、まあ、結局話つけて、はい、40万でフィニッシュして、下田の言う通りに、下田の言ってた額よりもさ、うん、100万以上下がってるわ、はい、うん、だから俺の言う通りにしとけよかったじゃねえか、あ、はい、でそういう話を山木に言うと、山木は山木で、いや俺カメラあるって分かってわざと言ったからみたいないや、わざと言ってさ、はい、金が払われないどうので困るわけないじゃん、はい、みたいなさ、このプライドとプライドがすげえぶつかるの、はい、まあ、下がるちょっと悪いのが、男たるものやっぱ経営者だし、お金を稼ぐやつしか俺は信用しないみたいな、うん、山木からすると、うん、普通の人よりか稼いでるけど、下田よりか稼いでないけど、うん、なんかそんな上から言われるのは嫌だ、うん、で山ちゃんも本当は営業不安なんだよ、まあそうですよね、けど、うん、あ絶対大丈夫大丈夫強がるね、で山木俺ら一回止めていい、うん、お金の話は全部聞いた聞いた、うん、この話その話今のところ全部聞いて、今のところは聞いてなかんのかな、はい、
これさ、再放送じゃない、はい、これさ、どう、あ、はい、どっちが、どっちが、そういう、それも聞いたな、聞いたどう思うって言われたな、うん、マジで、うん、答えてはないですけど、それに対して、うん、あ、それで、確かハマが、いやもうどっちでもいいよみたいなんで答え聞いてないよね。まあ、まあ、そう、答え僕言ってないです。どう？まあ両方の、それで決定打があって、はい、テレビの話した？テレビの話は、まあ、一回話してみて今のところ全部聞いて、今のところ全それで山ちゃんがテレビ買うってなったよ、はい、あ、じゃあ下、うん、そうそう、はい、下、あの、そうそう、テレビいろいろその下のアドバイスしたのに、ソニー、ソニーだろうな、メーカーの、そう、はい、これが、うん、まだ続いてる、こういうこと、うん、あー、うん、はい、もう3人で会わない方がいいの、これ あった方がいい、いや、だけど続くよ、はい、また絶対会った方がいいです、なんでだよ、まあ、中立の立場なんでしょ、片岡さん、いや、しんどいよ、潤滑油としんどいと思うなら会わないでいいよ、いや、あっさりしてるなそう、そうじゃない、あっさりしてるな、うん、いや、ほんで山ちゃんがトイレ行くとき、久田は山ちゃん、これだから、うん、みたいな、はい、それ聞いた、で、久田がトイレ行くと、山ちゃんなんか、久田もなんかな、それ聞いた、聞いた、あ、聞いた、いや、なんだよ、これそういうことない、まあまあ、あるよ、そう、たまにね、はい、まあ、友達の意見が、はい、こっちはこう、そうだけどさ、うん、もう高校時代の友達って貴重じゃない、いや、マジでその地元の友達は本当にいる、定期的に会う人、それは、あの、うん、このラジオも何回か言ったことあるんですけど、美容師になった人です。厚木にいるんで、僕は毎回、その年に何回か、二月に1回は行ってますよ。で、あの、交通費だけで2000円かかるんで、カット5000円かかってます。これさ、1対1だと揉めないのよ。うん。ああ、俺、はいはい、多分合わせれる天才なんだろうな。いや、ってことだと思います、はい。で、やっぱ最近気づいたのよ。はい。俺、仲いい人全員、ちょっと癖合うな。確かにそうです、片方の周りを想像するちょっと変わった人が多いんだけどさ、はい、何なの、引きつけちゃうのこれです、あの、変わった人ってやっぱ変わった人だから基本周りに人いなくなるんですよ、片岡さんはでもそれ全部受け入れるじゃないですか、だから、あ、僕のことを受け入れてくれた人っていうの全員寄ってくるんですよ、片岡さん、で本当はあぶれ者ばっかりが集まってるっていう状態ですね、本当のもう天性のやっぱり受け入れ力、人たらし力なんで、周り、あ、あの人も仲いい仲いい仲いいって考えたら全員変な人だった、いや多分普通の人つまんないのかな、普通、ああそれもあるんじゃないですか、片岡さん目線で、はい、エピソードなんねえやつだなみたいな、あ、それで、はい、最近疲れちゃって疲れちゃって一人がめっちゃ楽なのよ、あほうほうほう、だからちょっと一人旅とかの意味が分かってきた、はい、ああなるほど、はい、確かに一人旅する人いますもんね、うん、一人旅で最近ね、はい、発見したんだけど、はい、何三田にさ、はい、浜も覚えてるか分かんないけど、昔俺が三田に住んでた頃にさ、うん、あの万歳って風呂屋があったの、うん、その風呂屋が潰れて居酒屋になったのよ、うん、そしたら最近また万歳って風呂屋になったの、うん、お気になってて、うん、行ったらさ、うん、何今の銭湯ってあんなおしゃれなんだな、うん、ほうまずもういくら払うとかも全部デジタルなのよ、あ、そうなんですね、で入ってサウナもあるんだけど、うん、なんかプラスで3000払うと一人用のサウナに入れる、おお、うん、すごい高えな、高い3000めちゃくちゃ高い、うん、けどなんか行くとさ、なんか汚い風呂なんだけど汚さをおしゃれに見せるリノベーションがされてて、うん、あここで風呂入ってサウナもあったりするんだけど、はい、ここの昔さよく富士山とかの絵が描いてあるところが、はい、もうバーってなんか映像が流れてる、うん、おープロジェクションマッピングみたいな、鉄拳さんみたいな映像が、鉄拳さんみたいな、鉄拳さんが描く絵みたいな映像、おーへー、それで2階に上がっていくと個室のサウナが1人ずつ寝れるの、うんうん、ああ、はい、でそこは3000払わないと入れない、
だ俺、うん、だけどちょっと覗いたらどんな感じ、はい、うん、1階の唯一の弱点が時計がない。あ、サウナで時計がないってすごい嫌じゃない、はい、何分入ったか分かんないの、はい、目安がないからちょっと、だからこんな苦痛なことないなと思って、はい、でもう我慢もできず出てきちゃって、あ、はい、で2階のとこには時計があったの。あ、うん、でこういうのもさ、友達がいてだよ、はい、うん、友達と言ってたら多分気づいてない。だから俺はもう人間関係に使って一人がいいってなったから、はい、だから気づけたから一人もいいなと思って、うん、はい、最近そこまで来たよ。あ、ついについに。だからちょっと一人で旅行も一回今年行こうと思って。おお、俺なんか LINE グループでさ、あの中学の同級生とのあんだけどさ、はい、なんか知らなかったよその LINE グループに。でなんか3、4年前にあの中学の担任の先生が死んだから集まるってことになって、誰か一人からこのクラスのグループあるんだよハマーみたいに言われて入った、はい、でうわ懐かしいみたいな、なんかみんななってちょっとレアキャラ扱いされたの、はいはい、そのグループの中でね、はい、で実家の方で同窓会やって、で久しぶりだなみたいな、うん、うわー浜がいるの信じられんわみたいな、うん、で楽しんで東京帰ってきて、で俺携帯をさ、あのガラケーとスマホを持ってて、はい、うん、ガラケーの方をメインに使ってたの。ああ、うん、そうなんだ。なんか LINE のログインをなんかガラケーからできないかなみたいな、なんか一応 LINE ができるガラケーだった。はい、したらなんか不手際でログアウトしちゃって、はい、全部吹っ飛んだのデータが LINE の、はい、でその同級生の LINE グループには、はい、どうなってんだろう、ハマが退出しましたってなってるのかな。あ、そ、アカウントが消えた人はなんかそういうので、あの、うん、退出しましたって出ます。あ、そうなんだ、はい、だから俺なおさらレアキャラって思ってた。そうですね、なんかなんかぶち切れて伝える手段もないし、なんかそうなってるやつみたいに思われてる。そうそうそうですね、はい、あの同窓会するだけしてログアウトしやがってって思われていっちゃうかなと思って。それが東京のやり方かみたいになってんじゃない。そうそうそう。なんか違うんだ、俺頑張ろうとしてた。間違えちゃったね。間違えた。それがずっと気になって確かにそれなんか嫌な感じですね、もやもやする、うん、もうそ、俺もちょうど昨日なんかグループ LINE で、はい、なんかみんなでちょっとどっか行こうとしたけど一人だけごめんちょっと人数の関係で、はい、無理だったわって LINE したの、はい、うん、そしたらそいつが退会しましたと思ってさ、うん、え、うん、そんなになんか気分害したの、はい、気になるじゃん。なるよ。そうですね、はい、ごめんな大丈夫かって、あ、すいませんっつって間違えて大会をしちゃってみたいな。だから今違う人にグループ戻してくれってちょうど言ってたんです。全然大丈夫ですよみたいな。もう戻したんだけど、なんか最近そういうの気になるな。気になりますね。はい。とかだ、やっぱりあれネット上で会話してるからさ。はい。吹っ飛びが怖いよね。全部吹っ飛ぶ。そうね。ああ、まあそれはそうですね。昔の E メールとチャットぐらいがちょうどよかったよね。わからないでもないです、はい、そうだ、俺多分そう思われてるわ。最近さ、すごいドライな人、 LINE でさ、はい、もうチラミってやつ手に入れたんだよ。チラミ、チラミ、これめちゃくちゃいい。チラッと見るのチラミ、うん、はい、そのアプリ、はい、それは Android だけだけど iPhone じゃない、はい、iPhone はまた違うやつだけど、はい、それ入ってると、はい、なんかめんどくさい誘いもあるじゃん。はい、うん、けど中身何か気になることあるし、はい、そうですね、チラ見で見たら、はい、既読にならない。あ、既読をつけずにチラ見できるアプリとか、ね、LINE を、あ、それは好きな人は好きかもしれないですね。めちゃくちゃいい、はい、あ、僕よく思うのが、うん、あの、まあ、チラ見を 使おうとか思わないんですけど、あの文章を送って画像を送るっていう時あるじゃないですか。こういうのでこういうのが来てるんですけどどうしますしょうかみたいな、うん、で僕基本的には、まあ、既読その
先に概要を把握して、でも既読をつけた状態でその自分へのリマインドとして既読がつけた状態で内容を把握したいっていう気持ちはあるんで、その僕の携帯 Android だと、うん、一応最後の文章の何割か読めるぐらいの感じなんですよ、うん、その既読をつけずに、あ、うん、なんで、あ、なんですけど最後に画像を送られるとファイルが送信されましたしか読めないんで、いや、こいつマジで先に写真送れよ、その後に文章送れよって僕は思ってて、で僕は一人それをしてるんですけど、世の中の誰もそれをしてくれなくて、いい加減最後に文章送るっていうことを気づいてくれお前らって思ってます、ずっと僕は。いや、マジで何人かさ、やっぱ劇団のやつも、はい、こいつ返信遅いなって、あ、はい、あ、いや、いたわけ、はい、ちなみやられてたんだと思ったら俺、悔しくてこいつちなみやられてたんだ俺はっていう、いや別に断るなら断りゃいいし、はい、判断早く、だから俺も基本そんなちなみを使わないよ、必要がないから、あ、だからこういう感じなんだっていうの知ってるし、はい、別に既読になったら何か誘われたら検討しますとか、はい、了解、考えるとかで終わるじゃん、はいはい、だけど、あ、こういう文化というか、その隠しコマンドがあった。だってもう iPhone なんて言えば別にその長押しすりゃある、うん、ほとんど読めますからね、既読つけずに。まずそのアプリとか使わないで、これはみんな iPhone だから。文章の前半が、はい、 LINE が来たら通知として見れるみたいな、はい、うん、後半は見れない。あ、でも僕もそうです、はい、ちなみは全部見れる。だけど、ちなみに使う人がいないけどね。だって別に何も隠し事ないから。じゃあ、アプリ、ああ、そうっすね、削除しないじゃん。いやいやいや、けど、じゃあいるんじゃないどういうもんか、けどどういうもんかちょっと やっときたかったのよ。ああ、まあそうっすね。誰に対してやるの、その上司の人とかそういうこと。ちなみ、うん、うん、別に普通に来たやつもちなみでやって、はい、これちょっと未読のまんまにしといたらどうなるかなとか実験として、実験としてね。そんなわけがない。あ、でもなんかあの、まあ、全然ちょっと違うんですよ。LINE であの後輩とかがあの今すみませんお電話できますかみたいな LINE してきて、うん、で秒でできるよって返して、うんうん、あの全然電話してこないっていうやつ今。そんなやついるんですよ、これが。もうありえない。なんこれって俺の秒の返信っていう。ひどいな。なんだ、風呂入っちゃったのか。風呂入っちゃったかもです。もう、あ、送ったことでも満足して、お風呂一回風呂入る。ひどいなそれ。待ってと暮らせる連絡来なくて。いやだね。はい、昔ほどでも LINE の抵抗感ってなくなってきたよ。お、抵抗感。LINE でごちそうさまなんてありえないぜっていう文化。ああ、それはそうですね。確かに。まあ、メールじゃないの。はい、まあ正月のね。LINE、はい、聞こえてんの。はい、時あって。確かに楽してんじゃねえよみたいな。そう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 。はい、もうそういうのなくなった。それもうなくなりました。もう LINE がやっぱ日常になったんで。ほんとそう。なんかもう、そうなるよね。だから昨日の NSC 生の1年目の子も、はい、俺もう終始敬語だったもん。ああ。なんかもう、どうやって喋っていいか分かんないよね。なんか偉そうにするのもちょっと、なんか抵抗ありますよね。もう。だからもうバカリズムさんスタイルですよ。そうなの？後輩の方も全員敬語なんですよ、あの方。よっぽどその関係性のある狩野さんとかじゃないと。で、一回山里さんには言われたの飲んでて、はい、知らない後輩の子来て敬語で喋る、敬語というかちょっと敬語ぐらい言ったら、彼は敬語はダメだぞ後輩にって、それはもう壁作ってるから、うん、こっちが崩しちゃいけないと、はい、後輩がずっと気使うことになるからなっつって、うん、いう助言をさすが孫子からいただいたこと。孫子から、確かにメンター、心のメンターですね。いやな、いろいろあるな。そうですね。という感じでございますが、もう終わりですよ。あ、はい。もう梅雨もそろそろ入っていくんですか、これ。入るね。入ってんじゃん。もう入ったの。いや、でも早いですよ、まだちょっと。でもこんだけ雨降ってるやつ、梅雨だろ。いや、それは極端です。こっから多くなるわけでしょ。そうですね、はい。6月末ぐらいまで。まあ、下手したら7月頭とか、はい。ちょっと釣り行きたかったんだよな。そうか。梅雨だとな。まあそうですね、なんか天候読めないのちょっときついですよね。きついよね。いや、だからちょっと短パンは早かったかな。そうですね、あの、半袖短パンなんだね。学校入ってきてちょっとびっくりしました。俺しかいなかったわ、家から渋谷まで来て。まだそうですね。まだ短パンがいないよね。半袖ちらほら見ますけど、うん、短パンいないわ。そうですね。
すげえプロレスラーみたいな外国人の人がそうだったよ。さっきあ、外国人の方多いですね。こんなの方は、はい、ということでございまして、皆さん風には気をつけてください。また来週、バイバイ。バイバイ。